いろんなことあったやん。いろんなことというかね、あの思ったように活動できないとか、制限があったりとか、練習しちゃあかんとか、いろんなことがあったけど、もうそんな一切関係ない。もう試合が終わって、ああ練習できへんかったから、何々があったから、制限があったからできへんかったみたいな言い訳はもう一切なし。言い訳は一切なし。もう今日の試合は、もう試合終わった後、上向いて前向いて胸張れるような、そういうふうな内容、そういうふうな試合をやるやん。あとはもうほんまにな、心の中にいい試合するとかいいプレーするとかそんなじゃなくて、勝つんや、勝つ準備できてるか、勝つ準備できてるやつしか勝たれへん。一人一人が勝つ準備をして、そして勝てや。それとあと昨日もちょっと前も言ったけどな、けどな、いろんなプレッシャーとかいろんな気持ちあると思うけれども、そのプレッシャーがあったらそのプレッシャーを楽しめ。プレッシャーに押し潰されんと、プレッシャーによって自分のプレーを変えるんじゃなくて、もうプレッシャーを楽しんで、試合が終わった後には舐めるように胸張って前を向けるような、そういうような試合にしよう。お願いします。よしよしよし、やったやった、あいつらとやれる。あの長い時間家でゆっくりしとってやっと今日迎えた。10年間俺はあいつらに勝てない。10年やったら俺らは9年負けるかもしれん。ただ今年は俺らが勝つ。甲子園で笑うのは俺ら。今日のここにおるお前ら全員、今お前らが俺を見てるね、その笛が、試合終わりの笛が鳴るまでその目を続けろ。じゃあ絶対勝て、絶対下向くな、何があっても絶対下向くな、一騎打ちすんな、ずっとその目しとけ。じゃあ絶対勝て、最後に笑うも、最後に笑うも俺、行くぞ。スカール外します。お疲れ様でした。お疲れ様です。関西大学の磯尾監督です。今日、関西学院大学との春のカンカン戦ということで、14対6と、まあ、試合途中で、まあ、中断となりましたけども、はい、勝利ということでしたんですけども、はい、今日試合振り返ってまず感想といいますか、お願いします。そうですね、あの今日本当にチーム一丸となって、うん、あの結果運というよりもう勝ちにこだわって、もう全員で一丸となって勝ちに行こうということを話をしてたので、まあ、途中であの終わりましたけれども、まあ、結果的に勝てたのは非常に良かったなと思ってます。ただやはりこう、うん、選手もそうですし我々もそうですけれども、やはりこうフラストレーションがたまるといいますか、うん、やっぱり心の底から喜べる勝利ではないので、やはりこの勝利というのはもう秋に持ち越されたというふうに考えてますので、本当に今日のもう勝った負けた勝利勝敗というのはもう秋再度試合をしてあの決着をつけたいというふうに考えております。はい、で今カンカン戦での勝利となると2012年の春に34対30で勝ってるということ で、はい、まあ、9年ぶりということになるんですけども、はい、いかがですかこの辺に関しては。そうですね、その、まあ、回数でいけば我々が勝ってる方が少ないとは思うんですけれども、うん、ただやはりこう選手が変わってますし、やはり毎年毎年、まあ、勝利を目指して、まあ、今年は勝てたということで、うん、まあ、非常に、まあ、希望の持てるシーズンであるかなというふうに考えます。ただ、うん、この先、まあ、この先この夏もどういうふうな練習ができるかというのもわからないですし、やはりこうライバルになるような他の大阪の大学であればいいですけれども、京都や滋賀や兵庫の大学というのはきちんと合宿等できるとは思いますけれども、我々この先合宿等できるかどうかもまだわからない状況なので、まあ一人一人が高いモラルを持って差を広げられないように、まあ頑張って練習しないといけないなというふうに考えております。なるほど、はい、で今日の試合なんですけど、まずこちら先に、まあ、タッチダウンということで、まあ、ディフェンスからということでパントブロックからのタッチダウンとなりましたけど、はい、このパン、タッチダウンについてはどう思われますか。タッチダウンに関しましては、うん、やはり去年は誰が見てもこうディフェンスのチームということで、うん、今年に関してはまあディフェンスのチーム、オフェンスのチーム、キッキングのチームというのではなくて、それぞれキッキング、オフェンス、ディフェンスが3分の1ずつまあ活躍できるようなまあ試合をしたいというふうに考えとったんですけれども、まあ、今日はたまたまディフェンスからこうキッキングからあのビッグプレーが生まれたので、うんうんうん、まあ、それはそれで非常に良かったかなというふうに思っております。なるほど。で、まあ、第2クォーターなんですけども、まあ、99ヤード自陣からの、はい、ずっとドライブ続けてからのタッチダウン、はい、オフェンスで最後柳井選手が走り込んだと思いますけども、はい、いかがでしたこの。そうですね、あれはもう我々もそうですし、やっぱり選手にとってやっぱ
まあ、春とはいえ、まあ、関西学院さんから99ヤードドライブでタッチダウンを取れたというのは非常に自信になったと思います、うん、ですからこの今後その自信にあぐらをかくことなく、これからも頑張って、うん、秋にも再度同じようなことができれば嬉しいなというふうに思っております。なるほど、はい。でまあ、後半からなんですけども、1年生の須田選手を QB、はい、投入しましたけども、非常に冷静なこうパスだったり、はい、まあ、ランだったりという、本当ベテランのような感じを受けたんですけども、はい、いかがですか今日の評価。そうですね、本当は1年生の須田君、うん、もう当初から今日は前半は浜田口君で、後半は須田君でという予定で、まあ、話をしておったんですけれども、うん、まあ、後半2クォーター分須田君で行って、須田君にちょっと経験を積ましたいなと思っておったんですけれども、まあ、その経験がちょっと予定より半分になった、うん、また今日が最終戦なので、この秋までの間にやはりこうもう試合ができないので、ちょっとそこら辺りはちょっと残念なんですけど、ただやはりこう須田君自体は1年生なんですけれども、まあ、1年生らしからぬまあ能力とプレーをするので、この秋にも非常に期待している選手ではあります。今日も大きなゲインパスを通しました、ね、はい、あれは素晴らしいなと思ったんですけど、ロングパスを決めてくれたので、うん、もうこの秋もどん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 決めていただければというふうに考えております。なるほど、はい。でまあ、関西大学といえばどっちかというとディフェンスのチームということで思われがちだったんですけど、今年の前川選手なんかに話を聞くと、はい、今年はオフェンスでも点取れるんだというようなかなり自信を見せてたんですけども、どうですか、はい、監督としてこう見られてる時、まだ1ヶ月ぐらい、ね、しか練習されてないと思うんですけど、そうですね、ただやはりこうディフェンスの選手はもう今年はディフェンスのチームを作るぞというふうなモチベーションでやってますし、オフェンスの選手はオフェンスのチームを作るんだと、キッキングの選手はキッキングで勝利をつかみ取るんだというような形でやっているので、それぞれが切磋琢磨しながら結果的にまあ3分の1ずつぐらい、まあ、試合で勝利に貢献できるというようなチームになるのが一番いいのかなと。オフェンスディフェンスどちらに偏るのでもなく、それぞれのカテゴリーが3分の1ずつ頑張るというのがいいかとは思っております、うん。なるほど、はい。でまあ、今シーズンというのは本当コロナウイルスでなかなか練習できないという中で、試合も実際3試合、まあ、1試合は JV 戦で、はい、ということになりましたけども、はい、いかがですか、まあ、春の総括といいますか、チームの状態というか。そうですね、やはりこう春実際こうまだ春のシーズンが始まりまして、うん、全員で練習というのも一度もできてませんし、うん、緊急事態宣言で練習が自粛でできないか、もしくはまあ練習が再開されても30人という人数制限があり、その後まあ30人から50人になって、まあ、マックス50人でしか練習したことがないので、本当にこう思ったことの練習はできてないんですけれども、ただ選手にはもうどういう状況であっても空き試合がありますし、我々がそんな状態で他の大学がそういう条件がなくても試合の勝敗に一切関係ないので、もう一切どういう状況でどういう練習環境であろうが一切言い訳をせずに空き戦って日本一を勝ち取りたいなというふうに口を酸っぱくなるぐらい選手に話をしております。なるほど、わかりました、はい。でまあ、秋に向けて、まあ、夏どう練習していくかというのが、まあ、非常にポイントになるのかなと思うんですけども、はい、監督としてこうどういうチームをこう作っていくのかというプラン。そうですね、まあ、実際こう夏に関しましては先ほども話しましたように、うん、まずまん延防止等で合宿ができる場合とできない場合で全然練習やいろんな内容が変わってくるので、今現時点で何とも言えないですけれども、ただやはり去年も合宿もできてないですし、秋の試合も3試合だけということで下級生の試合経験だったりとか、やはりこうミーティングの例年と比べればミーティング量の絶対的な不足という部分があるので、やはりこう下級生にフットボール IQ がやっぱりこう思ったよほど高くないという選手もいてますので、やはりこう 1,2 年の下級生をまあまあこう上げながら、まあ3年生4年生も伸ばしていけないといけないというので、非常に難しいまあまあ時期にシーズンになるかなと思っておりますけれども、それはもうこれからいろんなコーチといろいろ話し合いながら、それぞれが高いモラルを持って練習できるように頑張っていきたいなというふうに思っております、はい。お疲れ様でした。岩本キャプテンです。どうですか今日、14対6ということで、まあ、途中で、ね、試合がちょっと、なくなりましたけども、まあ、勝利ということだったんですけども、今日の試合振り返っていかがでした。そうですね、オフェンスに関しては、うん、99ヤードドライブでタッチダウンにつなげられた、これは大きな収穫であったというふうに考えているんですけど、さすがにやっぱりこの結果というか、これでは勝ちとして捉えられない、素直に喜べない、うん、気持ちが、大半を占めているので、この夏に秋に向けての取り組みというところで、今回、反省も多かった試合だったので、その反省を徹底的に潰して、秋にはもっと感覚を圧倒できるようなチーム作りというのをしていきたいと思っています、うん。で、まあ、関学戦というところに関関戦ということになると、はい、2012年の春に34対30で確か勝利して以来の勝利ということになりますけど、この辺、まあ、9年ぶりどうですか。先ほども言った通り
素直に喜べないという気持ちが、大半を占めていて、ただ、オフェンスとしては感覚さんのディフェンスを圧倒できた点というところで、収穫もあった試合だったので、喜ぶべきところは喜んで、反省するべき点は反省して、さらにいいチームを作っていきたいと思います。今日、一発目のタッチダウンはディフェンスからの、パントブロックからでうまくタッチダウンをつなげましたけども、どうでした、このプレーに関しては。そうですね、長年寛大っていうのは、キックの寛大と呼ばれていて、キッキングに力を入れていて、試合のモメンタムを変えるのはキックだっていうところに僕らはフォーカスしていて、今年のキックリーダーも、そういうでキックの寛大というのを、そういった伝統を取り戻すために、取り組んできた、練習してきた部分があったので、そういった面ではキックで結果を出せたというところは僕たちにとっては大きな収穫だと思っております。なるほど。第2クォーターなんですけど、ちょっとパントキックにちょっと処理がちょっと苦戦したのかなという感じを受けたんですけども、それから、おっしゃったように99ヤード自陣からのドライブで、最後柳井選手はじき込みました。どうでした、タッチダウン。そうですね、99ヤードドライブっていうのはなかなかできない経験だったんで、実際に、オフェンスの選手たちも喜びでいっぱいでした。なるほど。でどうでしょう、この本当コロナウイルスの影響でなかなかこう練習も思うことできないというところで、事前にお話聞いたときにそれでも体をしっかり作れたんだというところがあったと思うんですけども、今日の感覚戦をやってみて実際どうでした、フィジカル的な部分というのは。そうですね、当たり負けしているという感じは全くなくて、逆に圧倒できた部分、押し勝てた部分というところが多かったので、自粛期間のおかげで出会ったのかなというふうに。なるほど。で、今後ね、夏、秋に向けて秋のリーグ戦でっていうのが勝負になってくると思うんですけども、夏どういうふうなところをこう重点的にキャプテンとしてこうチームとしてやっていくというところ、なんか見えました、今日の試合。そうですね、今回の試合でも分かった通り、やはりキックで、流れを変えることができるのが一番チームとしても大きいので、キックの寛大、これをもっと高めていくためにキックに磨きをかけていくとともに、オフェンスディフェンスでそれぞれ反省点もあったと思うので、そういったところを感覚さんは秋には0点で完封できて、僕たちが目標としている5タッチダウン取って35点以上の大差をつけて圧勝する、そして日本一になる、これを達成するために ODK 全てを磨いていきたいというふうに考えております。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。